久保さん。いや、懐かしいですね。ちょっと思い出しちゃいましたね。部下の、部下、あの、弟子の尻拭いにしましょうか。弟子の尻拭い。<laughs> 昔ですね、あの、弟子にテレアポや,や,やらせてたんですよね。で、その、塾をね、セールスかける、電話でセールスかけるっていうね。まあ、リスト、あの、リストにとりあえず電話かけまくるっていうね。<laughs> で、一人だけね、鍋ちゃんっていうね、鍋やんっていうね、子がいたんですけど、鍋ちゃん。 う鍋ちゃんが一人も売れなかったんですよで鍋ちゃん、詰められるわけですよね。結果出てないから。まあ、詰めまくるわけですよ。鍋ちゃんが焦ってね、あの電話でね、まあ、どうしてもクロージングかけたいから、絶対成功できます絶対ですみたいなね。<laughs> なんか言い出して <laughs>。で、お客さんがブチ切れて、も、ま、う、あ、絶対って言ったなと。絶対成功できるのかみたいなね。でなんかもう、うわー言われて。 すいませんみたいな。<laughs> で、まああの、まあ劇クレームに変わっていったわけなんですけど、で、その後、まあ、あの、鍋ちゃんが、女子さん、今から会い,会いに行ってきますみたいな。どこまでだみたいな。あの、謝りに行ってきますみたいな。いどこまでだみたいな。あ松山ですみたいな。松山だと。松山、松山だったかな。松山ってどこだ愛媛じゃ 徳島だっけな松山松山か愛媛あ、松山ですね。多分松山だ。あ違う。徳島か愛媛空港で降りたような気がするんですけどね。香川県か徳島県かまあ四国なんですよ。<laughs> 四国のどっかですね。確か。で、<laughs> お前。 お前、行けおい、金あんのかみたいな。まあ、弟子金ないわけですよ。金あんのかって聞いたら。いや金ないです。どうやって行くんだなんと,とかします。みたいな。なんとかどうすんねん。わかりません。みたいな。<laughs> 困ったぞ。みたいな。<laughs> あ、面白かったですね。<laughs> どうすんだみたいな。わかりません。みたいな。<laughs> で、わかったと。じゃあじゃあ、まあ、俺が行ったるっつってね。 じゃあ今からチケット取るっつって、で、もう午前中それが事件勃発しまして、で、すぐチケット、飛行機のチケットを取ってですね、行ったわけですよ。で、な、何時間後だなんかお客さんの家に着いたのが22時ぐらいだったんですけど、<laughs> なんかその空港から電車乗り継いだりとかして、なんかすげえ田舎だったんですけど、<laughs> で、22時頃ピンポンしてね <laughs>、お、本当に来たのみたいな。 っつってねでそのもう8時間か9時間か分かんないですけど結構かけて行って2時間ぐらい説教受けるって言うて <laughs> でなんかそのあのなんか返金しろみたいなねななんかそう,そういう話になってまあ会社の方針としては返金ないのでまあ返金はすみませんできないですみたいなねもうこの論争続くわけですよでもう,もう無理だと思って分かりましたと あの会社の方針としてはまあ返金保証みたいなのもついてないし、返金ないんで、の僕の未然に切りますんで、それでいいですかみたいな、僕が責任持ってあの対応するんで、僕のポケットマネーから出すので、それでいいですかつってって、ことをなして、結局、そのお客さんとですね朝5時ぐらいまで話したんですけど、5時ぐらいに、まあまあ最後はもう全然和解してて。 最後、ね、本当に来てくれると思わなかったありがとうなっつって握手して別れたんですけど懐かしいですねあれは結構ね僕の歴史の中ですごい今,今となっては思い出ですね <laughs>、うん、まあでもねそれはまあ久保さんが言ってた通りまああの確かに僕もねあのその時ねあの怒ったりまあしましたけども まあそれはやっぱせめてね、まあ、自分がその売り上げ作れないからまあそういうふうになっちゃった、まあ、僕の責任でもあるわけですよね詰めたっていう詰めてるの詰めてるのは僕なんでうんだけどまあまあ一つ責任として、まあ、責任というかまあ果たせた果たせたのか分かんないですけどうーん まあそのね、その、それは、まあ全然いい,いい、全然いいというかね、まあ大変でしたけどね、さすがに。遠すぎるだろ、みたいな、ね、しかも日が、朝5時で、お客さんの朝5時まで話して別れてすぐ東京に戻ってきたんで、もうほんととんぼ帰りですよね。その怒られに、もう何十時間かけて、往復何十時間かけてとんぼ帰りで、ええー、行きましたけど。でもそれはね、まあ、 あのー、本当にうーん、まあ、僕としては、まあ、なんだろうなうん、まあ、心のどっかで、まあ、う嬉しかったというかね、まあ、ちょっと正直お客さんの,その、ね、一軒家だったんですけど超ビビピンポン押すときビビってましたからねめちゃくちゃビビってて、まあ、なんでこんなやんねんできなえんだみたいな <laughs> 俺のミスちゃうのになみたいな思ってたような気がするんですけど、まあ、でもあのー まあ良かっったなっていう、まあ、結局まあお客さんと和解できたんであれですけどうんなんかその久保さんが言った通りで、ね、<laughs> そのやることやってないというかまあがなんか死に物狂いでやってなくてそれの死に尻拭いはきついっすよね吉谷さんが帰れないから帰んないから僕たち帰れないんですよって言ってる従業員の尻を拭うっていうのは。 しんどいですよね <laughs> いやそれはねめちゃくちゃしんどいですねうん吉谷さんが帰れないから僕たち帰れないんですよ帰りづらいんですよっていう従業員の尻拭いはマジでしんどい <laughs> もうやりたくないですねでもその、まあ、弟子のあの件に関しては、まあ、僕が率先してじゃあ俺が行くからっつってねあのーまあ、行きましたけどうん まあ思い出話ですね、ただの <laughs>。<laughs> まあでもね、そういう経験がやっぱ今の僕を作ってるというか、まああの時に弟子のせいにして、お前が悪いんだからお前なんとかしろっていうことも、まあ普通にできたでしょうね。うんだけど、まあ弟子に、まあ、ちょっとでも男は見せられたかなというとこですね。でもまあ、 お客さんの前ではペコペコをね、すいませんって謝ってましたけど。な <laughs> んのその、もうあの、恥ずかしい上司ですよね <laughs>。ひたすらペコ,ペコペコ謝ってましたけど、うん。いや、あれはね、でも、一つ僕のいい経験でしたね、うん。でも多くの人はやっぱだ、尻拭いしたくないし、責任持ちたくないし、 ななんだろうな顔出しとかも多分そうだと思うその典型例だと思うんですよねうん,なんかやっぱね腹くくってないですよねうんそう腹くくってるから久保さんがお客さんのために死ねるみたいな言葉が出てたと思うんですよあれ腹く,くくってる人じゃないと言えないですようんではっきり言って腹くくってネットビジネスやって稼げないってことはまずありえないですからね マジで。これはもう言い切りますけど、腹くくってネットビジネスやって真剣にやってる人で稼げないってことはまず絶対ありえないです。これ言い切りますけど。ほとんどの人は中途半端なんで、なんかネットやれば、なんか魔法があるんじゃないかな、みたいな感じなんで、うん。そんな甘いもんじゃないですよ。うん。まあ甘いキャッチコピーはたくさんね、乱発されてますけどね。裏側は、 そんな甘いもんじゃないですからね。僕は裏側を十何年やってきましたけど、いろいろありますよ。うん。見えないところでね。なんか、メルマガでね、自由になれます、みたいなね。パソコン自体で自由になれます、みたいなね。それを書いてるゴーストライターの僕は、もう会社に泊まり込みしてカップラーメン生活みたいなね <laughs>。裏側はね、もう、火の車でしょ <laughs> 火の車 <laughs>。 はい、腹くくりましょういってらっしゃい。